What kind of 何々を使えるようになろう。はい、つみえあき、こんにちは、大西です。今日も型の応用、頭おかしいくらい繰り返すのシリーズをやっていきましょうね。今日の型は What kind of 名詞の質問です。はい、What kind、 kind は種類ですね。何の種類の何々という質問になりますね。はい、例えば What movie do you like、 何の映画が好きですか。前やった型の応用ですね。これと似てます。 What kind of movie do you like、 何の種類の映画が好きですか。はい、別に一緒なんですよね。ただ What movie の方がもうダイレクトに名前を聞いている感じがします。 What kind of movie は何の種類の映画なので、ちょっと的が広い感じはしますが、別にこれは人それぞれです。はい、ではですね、やり方ですが、こちらの左側すべて今日は What kind of で統一です。上はですね、B 動詞を使っていきます。下は一般動詞を使っていきます。はい、とにかく What kind of で種類を聞く。どんな種類の、このカテゴリー、種類を聞く聞き方に慣れていきましょう。はい、まあこれをね、見てね、もうパッとね、英語にできる方は別に見る必要はないです。ですが、10秒以内にね、こう英語で即興でパッと出せないという方はまだ自分のものになっていないので、はい。最後まで練習しましょうね。自分のものにするというのは知っているだけじゃダメなんですね。知っていることと使えることは全然違うことなので、最後気持ちを込めてですね、音読練習まで行ってください。はい、では、1個ずついきますね。 No.1、 最後10回ずつ音読しますからね。今日も10回かけ10例文の100回になりますので、はい、お飲み物も用意してくださいね。はい、ではいきます。 No.1、 それはどんなところですか。止めていただいて言ってみましょう。はい、どんなところ。はい、 What kind of 使います。 What kind of、 はい、 What kind of 名詞、場所ですね、 place。 それは is it、 はい、これは状態として聞いてるわけですね。はい、 What kind of place、 これセットですね。何の種類の場所。はい、ここに名詞を持ってくるわけです。何の種類の場所、どんな場所ですか、それは、ということですね。 No.2、 それはどんな種類の犬ですか。止めていただいて、はい、同じです。何の種類の犬って聞けばいいですね。 What kind of dog is it、 全く一緒ですね。何の種類の犬、どんな犬ってことですね。 No.3、 それはどんな話なんですか。何かこうストーリーがね、お話を、例えば本を読んだみたいな人がいて、面白かったよとか言ってて、あ、それどんな話なんですかって聞く感じですね。止めていただいて、はい、同じです。 What kind of story、 What kind of story is it、 はい、 No.4、 それはどんな展示会なんですか。まあお仕事とかでね、商品の展示会をしたりとかすることありますよね。はい、あとは実際自分が、美術館とか行って展示会を見たりとかいうこともありますよね。博物館とかね。はい、展示会、その種類を聞いてるわけですね。止めていただいて、はい、展示会はエグゼベと言います。なので What kind of exhibit is it。はい、exhibit っていうのは、ここの H 読まないんですね。ここの、I が強いです。exhibit。だからこう H 読まないから、この実際 H は消えちゃうので、読まないのでこれ。だからここが X が次 I につながるから exhibit となります。OK。じゃあ次ですね。ここから5番からはですね、今度一般動詞を使っていきます。はい、どんな仕事が欲しいですか？止めていただいて。はい、どんな仕事をまず作りますね。What kind of job do you、 はい、欲しいは一般動詞 want ですね。 Do you want、 はい、今度は欲しいという一般動詞だから Do you で質問作りますね。さっきは状態だったから B 動詞でいいんですよね。 OK、 Next one、 どんな本を読むのですか。止めていただいて、はい、どんな本、 What kind of book、はい、読むんですか。読むは read ですね。だからこれも質問は do you で作ります。 do you read になりますね。一般動詞の質問は do を使いますね。 do you を前に置きます。 OK、 next、 どんな男の人が好きですか。はい、what kind of、
はい、男の人は man do you like、 はい、っていうことですね。はい、ここも like が動詞なんで一般動詞なんで do you で質問を作りますね。 OK Number 8、 どんなテレビ番組を録画しますか？止めていただいて、はい、 What kind of、 はい、テレビ番組は TV show、 録画するは record なので Do you record、 はい、DVD recorder とか言いますよね。 record っていうのは録画するという動詞です。ちょっと余談ですが、record はですね、動詞の時は後ろの O が強いんですけど、名詞でも使うんですね、同じ綴りで、録画。ね、その場合は record、record、前が強くなるので、後ろの時は動詞ですね。動詞の時は後ろにストレスがあります。OK、Number 9。どんな動画を撮るのですか？まあ、さ、今っぽいですよね、YouTube とかね。どんな動画を撮るのですか？はい、止めていただいて。はい、同じですが、What kind of?はい、動画はビデオですね。What kind of video do you take? はい、What kind of video do you take? になりますね。はい、Number 10。あ、この take はですね、もう take a photo とかと同じです。ビデオも take で大丈夫です。Number 10。どんな話し合う課題がありますか？はい、ちょっとこれ難しい単語っぽいんですけど、まあどんな、まあ、話し合うのは問題ってことなんですけどね。どんな課題、話し合う、論点がありますかっていうことですね。はい、止めていただいて。はい。この課題っていうのは issue を使います。What kind of issue?、ありますか？だからあなた持ってますかっていうことをしますね。Do you have? あなたは持ってますかということですね。はい。issue っていう言葉なんですが、まあ、ちょっとプログラムと比較しておくと、Problem、 これ聞かれたことありますか？プロブレムっていう単語は、問題なんですけど、これ結構深刻な感じがします。ほっといたらやばいって感じです。ほっといたらやばい、はい、なのでプロブレムはもう解決しないといけない問題っていう感じですね。はい、だからちょっと重い感じですね。はい、でイシューは話し合うトピックって感じ、話し合う議題、課題っていう感じですね。はい、だからこう賛成意見があったり反対意見があったりするだろうけど、とにかく話し合うトピックっていう感じがします。なのでそのめちゃくちゃ重い問題ではないわけですね。はい、プロブレムはもう社会に影響を与えるようなとか、ほっといたらこうなんかネガティブなことが起こっちゃう、うん、問題っていう感じなので、うん、日本語の問題って結構幅広いわけですよね。深刻なやつから軽いやつまで結構問題って言ったりするので、はい、英語はちょっと単語が分かれますね。それでね、ここは話し合う課題って感じなんで一周にしました。はい、ではここで終わらせずに必ず最後に音読練習をしましょうね。私の後に10回言ってくださいね。体にグッと入れちゃいましょう。はい、ではいきます。 Number 1、 それはどんなところですか？ What kind of place is it? What kind of place is it? What kind of place is it?What kind of place is it? What 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 kind of place is it? Okay, number 2.それはどんな種類の犬ですか？ What kind of dog is it? 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 What kind of dog is it?What kind of dog is it? 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 Okay, number 3. それはどんな話なのですか? What kind of story is it? What kind of story is it?What kind of story is it?
What kind of story is it? 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 Okay, number four. それはどんな展示会なのですか? What kind of exhibit is it? 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 What kind of exhibit is it?What kind of exhibit is it? 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 Okay, number five. 一般動詞行きましょう。どんな仕事が欲しいですか? What kind of job do you want? What kind of job do you want?What kind of job do you want? What 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 kind of job do you want?What kind of job do you want? What kind of job do you want? Okay, number six. どんな本を読むのですか? What kind of book do you read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 ?What kind of book do you read? What 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 kind of book do you read? Okay, number seven. どんな男の人が好きですか?What kind of man do you like? What 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 kind of man do you like?What kind of man do you like? What kind of man do you like? What kind of man do you like? Number eight. どんなテレビ番組を録画しますか? What kind of TV show do you record? What kind of TV show do you record? What kind of TV show do you record?What kind of TV show do you record? What 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 kind of TV show do you record?What kind of TV show do you record? Okay, number nine. どんな動画を撮るのですか? What kind of video do you take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 ?
What kind of video do you take? 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 Okay, last one. どんな話し合う課題がありますか? What kind of issue do you have? 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 What kind of issue do you have?What kind of issue do you have? 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 Okay! 本日もあなたの口が育っていますよ。 Thank you for watching. So see you next time. Bye!